よろしくお願いいたします。拉致被害者全員奪還ツイキャス、日曜日の夜10時になりました。始まりました。よろしくお願いいたします。今日のゲストは、はい、元衆議院議員西村慎吾先生がご出演してくださいます。で、今からお電話をかけさせていただきますので、皆さんお待ちください。慎吾先生の元気なお声がもうすぐ皆さんのところに届くと思います。もしもし。慎吾先生、はい、お世話になります。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。はい、はい、皆さんどうでしょうか。慎吾先生すいません。はい、ツイキャスの音声が後からちょっと遅れて出てくるので。ほんまやな。はい、すいません、パソコンの音量をちょっとだけ落とすというか切っててください。パソコン、ほんま、落とした。あ、ありがとうございます。あ、三代先生がもうまた書いてくださいました。ありがとうございます。はい、はい、慎吾先生、あ、はい、あのコメント欄はいかがでしょうか。見えてますでしょうか。見えてます。はい。はい、よかったです。皆さんどう、僕の声小さいですか。もうちょっと大きくしましょうか。これでマックスですが、はい、どうでしょう、皆さん。はい、OK ですか。はい。はい。皆さん、イヤホン推奨でよろしくお願いします。あ、聞こえてます、先生と宮先生も書いてくださいました。慎吾先生、今日は、拉致問題について毎週、こういう啓発している番組に、慎吾先生のようにも本当に初めから被害者のご家族に寄り添い、国会でも初めて実名を提起してくださった、ありがとうございます。もう支援者、解決を望む支援者にとってはもう大恩人なんですけど、この、ツイキャスにご出演していただきまして本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。もう慎吾先生にお任せしますというとあれなんですけども、 お好きなことをお話ししてください。はい、今拉致被害者に寄り添うって言われたけどね、はい、寄り添うことなんか到底できなかった。はい、申し訳ない思いでいっぱいだったな。はい。寄り添うことなんかできないよ。はい。でも、有本佳代子さんもすごく、西村先生、本当にお優しいんですよって。まあ、そんなことないですよ。いえいえ。はい。もう慎吾先生が、ブログというか、ホームページの方に書かれるようになって、ちょうど被害者の方が帰ってこられる1年前くらいからされていらっしゃるんですけども、はい、その頃のブログというか慎吾先生の書かれているものも今日読ませていただいてて、2002年、うん、平
平成8年の暮れにね、はい、荒木和弘君が民社党の、はい、あれは推進会の職員で僕は議員だったもんだから、はい、あの実は13歳の女の子が拉致されているらしいという情報を持ってきてですね、はい、その情報は北朝鮮の亡命者から韓国で話されて、うんうんうん、韓国の警察が日本の警察に紹介をしたけれども、はい、日本の警察及び日本の内閣は反応していないという話を聞いてからですね、はい、反応しなければその子は殺されてしまうかもしれないという切羽詰まった思いに二人でなってですね、はいはい、では国会で取り上げな、あの子は殺されるぞと証拠を消してしまうという発想はあいつらするから、はいはい、殺されるぞという思いになって、はい、そして僕は横田さんのご両親にですね、少女 A ではなくて、うん、実名でしなければ危ない、実名でさせていただけるかという、はい、お許しをいただくと、あ、なるほど、はい、待ってたんです、はい、OK の際にね、作成さんの方がね悩まれてたということで、ああ、はい、で結局しげるさんが OK だと、少女 A では、あ、世間がやっぱり なんともならんと、はい、詰め上げてくれと言うて、はい、質問させていただいたけれども、はい、それからずっとですね、僕の実名の質問で、うん、あの子は殺されたのではないかという思いがいつもいつもした。ああ、それから解放されたのはね、はい、北朝鮮が横田めぐみさんの骨だというのを、遺骨だというのを出してきたでしょ、はい、そしてこちらで DNA 鑑定した その結果をですね、はい、竹谷さんから電話で、あれはめぐみの骨ではありませんでしたという報告を受けた時にね、はいはい、僕はその時大阪の中之島を歩いとったけれども、あの天を仰いで泣いたよ。ああ、そうですか。お電話でそれを聞いて。俺は何もしないよ。だから本当に寄り添うなんてとんでもないことやった。ね、本当にそうですか。泣いた。慎吾先生のその、国会での追及っていうのが、やっぱりものすごく、実際に世間に対しての拉致問題の、周知になったんですし、なったと思いますし、でも、やっぱご本人はそれだけやっぱり悩まれてたんですね。あれでよかったかと。はい。あ、よかったっていつもあったな。まあ、信じてやったけどっていう、はい。しかないと思ったんですね。それ以来僕は北朝鮮の独裁者に対してずっと殺意を抱いてるからな。はい、はい。すいません、ちょっと声が詰まった。そうですか。本当です。本当です。はい。取り上げてな。はい。してしもたんちゃうかなと思ったな、すいません、そこまで慎吾先生の気持ちはちょっと読み解けてなかったんですが、まあ、そうですよね、まあ、僕は佐紀江さんの前ではよくラップ男でな、はい、あ、そうですか、慎吾さんが入院してるところを見舞いに行って、はい、ポロ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 泣いてしまって、はい、ほんだら佐紀江さんに慰められたよ、西村先生泣かないでって先さに言われるんですか。はい。案外そういうとこわかんねえ。いや、慎吾先生のそのホームページ見てたら、ちょうどその慎吾先生が国会で実名も出して、でその後小泉訪朝がかなって、で2002年の5名の帰国があって、その後国民大集会に6000名もの人がこう集まって押し寄せて、
公園まで人が溢れてっていう頃に、慎吾先生、あの、お母様が、ちょうどお亡くなりになられた年も一緒だったんですね。ああ、そうそう、よう知ってあるな。ね、ちょうど母の日にそれを見まして、まあ今日ちょうど母の日で。ああ、ほんまやな。そうだったのかって思いました、本当に。うん。うん、あの、あのな、はい。安倍内閣はね、はい。安倍さんはなんか自分の内閣もうちに救出するって言うたんだよな、あれ。あれね。はい。はい、言いました。北方領土問題も自分の内閣のうちにって言ったんだよね。はい。何か舞い上がった、で始まった後始末を彼つけないかな。あ、そこまで行ったんだらね。それで、はい、この度、無条件で、北朝鮮の独裁者と話し合うと言ったんでしょ、無条件で。はい、そう言いました。はい。それは自分の内閣で、解決するということを言ったもんだから、そう言ってるんだと思うけどもね。はい。あれ、無条件でというふうに言ってから、北朝鮮はミサイルを発射始めたでしょ。うん、はい、4日と9日に撃ちました。はい。ミサイルって言ってみたものの、飛翔体って言ったでしょ、うん、はい、飛翔体で言ったからまた北朝鮮は飛翔体を発射したわな。これ飛翔体かみたいな感じですよね、向こうも、うん、まあ、馬鹿にしたというか。あれだ、はい、結局あの飛翔体を撃つということはミサイルを飛翔体と言ったから、だったらミサイルじゃないんだからどんどん撃ってやろうと、はい、言うてやってるわけですけれども、はい、それでも無条件で愛さえすれば帰ってくると思うとんのかね、あの長州のボンボンは。いやいやいや、あのとにかくまず糸口をつかまなきゃっていう気持ちもあるんだろうなとは思うんです、うん、なぜ過去のたやすくね、はい、日本人が拉致されてしまって皇后陛下がおっしゃったように長い間彼らの不在を私どもは知らずに、はい、打ち過ぎて、今先ほど私の質問からとおっしゃったけれども、はい、お時に失するようなね国会の動きで拉致されていると分かったとしても、うんうん、その傍から見てたらね、つまり外国から見てたらね、お前たち今でも国民は簡単に拉致されておるんじゃないのかと、うんうん、同じ体制でその体制をいかに国民を守る体制に持っていかないかと、国家を守る体制に変革しないのかという最大の問題が出発点にあるにもかかわらず、その出発点に 目をつぶってですね、帰国帰国と言ってるけども、いやいや、もうおっしゃる通りです。はい。もう、体制のまやかしだ。慎吾先生のおっしゃっていることは、俺は何を意味言いたいか言えばね、はい、あの、東日本大震災の時に10万7千の自衛隊の、あ、特殊任務、被災者を救出するという任務部隊を作ったでしょ。はい、自衛隊空前の大動員です。10万7千。はい、それと同じようにですね、北朝鮮に拉致された日本人救出と、それから日本人を守るための自衛隊特殊任務部隊をなぜ編成しないのかということを僕はあれいつも思っとるんですよ。はい。あの政府は悩や年の暮れにですね、はい、北朝鮮年間みたいな行事をしますけどな。はい、そこでやってることはね、あのコンサートをするとかね、政府主催のコンサート、で政府認定の拉致被害者の家族を、まあ、招いて官房長官がその食事パーティーをするとか、そんなんでしょう。僕その時にね、いつも日本海で陸海空自衛隊合同でのね、拉致被害者救出のね演習とかですね、はい。演習せえ言うて言
はい、はい。そんな意識全くなくね、救出できるのかね。結局、自衛隊の方に、最高指揮官の、安倍総理が、うん、これね、アルバニアで、アルバニア無政府っていう状態ができた時にね、はい、日本人を救出したのはね、はい、ドイツの特殊部隊なんですよ。はい。北のドイツからアルバニアに入ってですね、ドイツ特殊部隊が。そして、ドイツ人救出するとともに日本人を救出したわけ。はい。なぜドイツが入ったか。アルバニアはドイツに近いから。うん。で、北朝鮮っていうのは日本に一番近いんだ。はい。北朝鮮の政権を崩壊させて、無政府になった時に、断じて助けに行くという、特別任務部隊を自衛隊に創設しておかないかんと。いよいよそれが近くなってきたと思ってるんだけどな。はい。その上で、うん、話し合いを呼びかけるんだな、ともかく。何考えとんのかな、あれ。まあでも、その今、北朝鮮が焦ってる、弱ってる、まあ実際に、餓死者も出てるっていう情報もありますし、まあ今、慎吾先生のこれブログから撮ったものですけど、まあ一回同じです。日本が会うときには、金丸包丁のときもそうですし、加藤幹事長や河野外務大臣時代も、米50万トン単位のっていう、まあ結局プレゼント外交というか、はい、ものを渡して会う、はい、はい、日本の戦後政治の中にある一つの流れ、はい、戦後賠償利権ってやっちゃ、戦後賠償利権というのはね、インドネシアに対する賠償、ビルマに対する賠償、全てに関わって密を得た戦後賠償利権というものの流れが北朝鮮に群がってきて、戦後最後の賠償プロジェクトやから、そして米50万トンになったり、いろんな話になったりするんですよ。やっぱり、根が深い、うん、やっぱり愛知に送るときにはキックバックじゃないですけど抜けるってことですか。うん、はあ、加藤幹事長の時の米はね、はい、タイ米だって言ってるけどね、はい、あれはどうもタイ米じゃなくてカリフォルニア米だったと。あ、もうちょっと価値がある。カリフォルニア米は日本米やから、はい、アメリカ米ね、占領軍と共に何しに来たかって言ったら、日本のタレ、うん、日本人がとして改良してきたタレをみんな持って行ったんで、はい、だからアメリカのカリフォルニアでできる米は日本の米なんだな。日本米ってことは、先生待ってください。別に何も書いてないんですけど、皆さん聞こえなくなります。声が小さいですか？大丈夫ですか？聞こえなくなった？大丈夫ですか？だって新満中書を書いてるの。あ、戻りましたと。はい、あ、どうやらちょっとツイッターの方の問題のようです。はい、大丈夫です。お電話は、はい、戻りました。はい、はい、戻りました。あ、美容先生も聞いてくださってる。バラシャンテってない、ツイッター名です。ツイッターのお名前です。はい。はい。はい。よろしい。はい。やっぱり。はい。いわゆる向こうが困ってるから人道援助とかいう流れあるでしょ。はい。はい。あれを人道だと言うから人道だと。真に受けてたら、えらい目に遭うぞということや。北朝鮮のね、独裁者をね、まるまる太らせて、拉致被害者が
もっともっと拉致された、抑留された周りのある可能性を広げるぞということもあるということを頭に入れとかなあかんな。もう 6回も当選された先生がそんなこと言うたらやっぱあるんやなっていうのが。中小に対する ODA 援助もそうでしょ。あれ何にかかっとるんですか。独裁者に金を渡すっていうのはそういう危険なことなんですよ。いや、おっしゃる通りです。本当に会場に餌やろうと言ってやがら。慎吾先生はもうだから今から14年前ぐらいのもうホームページに北朝鮮の核ミサイル、メイドインジャパンって書いてますもんね。もうその通りになりました。おっしゃる通りです。はい。悪いことばっかりやけどね、全部慎吾先生の読みは当たってましたね。後々のこの14年後の日本の。はい。集まりされんかなと思ったけどな。ね、曲とかあんなにひどい目に遭ってたんですね、慎吾先生。なんか脳内出血で入院中まで、ちょっと変な報道が広がったり、はい、あとなんかそのサンデージャポンとかで、ね、サンデージャポンとかで、サンデージャポンで、はい、サンデーなんかそういう番組で、はい、犯人扱いされたりとかって。つぎじろうっていう人が、はい、右翼と言われてしまうって書いてあるけど、俺は右翼なんやね。はい。左翼とは絶対ちゃうからな。そうですね。右翼しまうな、ね、はい、左翼は、案外、スラッと聞くんやけど、右翼は何や、街頭で走ってるやつが右翼やというようなイメージで見られるけど、はい、俺は正真正銘の右翼なんや。正真正銘の人は全然ちゃうね。はい、あ、サンデーモーニングでしたか、すみませんでした。はい。はいはいはい。はい。いやありがとうございます、慎吾先生。でも、いろいろ昔のネットのなかった時代で、私もそれほどこう新聞もちゃんと読めてなかったところもあるんですけど、はいはい、ああそうか、昔のその先生のホームページを見たら遡れるので、今日いろいろ勉強させていただきました。たくさん書いたからね。はい、いつ書いたのかわからないようになってしまったな。いや、もうたくさんありました、記事が。本当にポイントはね、はい、ポイントは戦後大戦が拉致問題が生み出したのが戦後体制で、それで救出できないのも戦後体制の中の枠内だ。うん。で、安倍内閣は戦後体制の中に閉じこもって、独裁者と話し合ったら解決するとまた言ってるけども、こっちは戦後体制を金繰り捨ててですね、自衛隊特殊部隊を作って、いつ何時でも北朝鮮の体制を崩壊させて、そしてその時は入るぞという体制を整えるということなんです。安倍さんがなんか無条件で話し合ったら帰ってくると、帰ってきたら拉致問題は終わるように、なんかそのモードで言うてる本人もそうなんだけれども、拉致問題は終わらんよ、40年間拉致された人生は取り戻せられないよね。うん、もう実際に亡くなられた、子供と会いたいと思いながら亡くなっていった親の人生も取り戻されないでしょ。はい、うん、だから結局彼らは自分の人生を犠牲に、何を我々に訴えてるかといえば、戦後体制から脱却しろと、二度と再び自分たちのような悲劇の主人公を生み出す国家の体制を変革しろと言うてる、それを受けてやるのが政治家の使命やないか。そう思って仕方がない。それでも慎吾先生と同じような声が上がらないのは、うん、いや、もちろん上げてくれた方もいますけど、数が少ないのは、うん、やっぱり、出世に響くからですか。せえへんかった理由わかるやろわ。
さんが鹿児島へ帰った思いに似てるか。あと僕自身も思ってるけどな。あ、慎吾先生が、西郷さんが言ってた、安倍さんに聞かさなあかんなって言ってた、租税の話も勉強になりました。うん。そんなこと言ってた。はい。あと、田中正造さんとかもね、慎吾先生のブログから、立派な政治家がおったんやなぁと。結局、議員を辞めたでしょ。はい。はい。議員をやるっていうことはね、はい、僕みたいなことは、なんか危険だ、左翼だ、変人だと思われる世の中で選挙をや続けるっていうことなんで、それができないよ、人生のこういう段階に入ってきたらね。今、田中正造の顔写真が出てるな。はい、はい。このことは亡国を知らざれば、これすなわち亡国と言われてね、はい、谷中村っていう小さなあの村を守ることが日本を守ることだと言われたわけよ。うんうん。だから彼の人は谷中村を守るために命を懸けたわけ。はい。日本国はね、拉致被害者を救出するために命を懸けないかんねや。自衛隊の特殊作戦軍の初代軍長の荒谷拓さんがね、はい、特殊作戦軍作ってから1年目ぐらいに、習志野の部隊に来て話してくれと言われて、僕は話しに行った、はい、訓練も少々見せてもらった、はい、それで彼に、荒谷さんに言った、君らのあの部隊が北朝鮮に潜入して、うん、拉致された被害者を救出して日本に帰ってくることができるのかと言ったら、はい、彼は即座に答えたね。命令があれば必ず行く、うん、はい、で必ず救出してくる。それで顔見合わせたけれども、それを救出するために10人救出するために100人死んでもやらないかんことはやらないかん、そういうふうな覚悟やったね。この覚悟を持ってなかった。それから拉致されておるときに、命を懸けて、それを止める動きがなぜ日本になかったのかということやな。一人だけ、自衛隊の旧陸軍士官学校58期の方が、自衛官で、昭和40年代の前半、30年代の後半から、あたりに、北朝鮮が日本海側から工作員が潜入してきてるということを察知してね、はい、訓練メーカーで部隊を動かしてね、北朝鮮の船が上陸してくるという海岸にずっと野営してですね、ある晩上陸してきた北朝鮮の工作部隊をに対して射撃命令を発したということがあるんだよ。あ、え実弾じゃなかったけどな。それ以外その海岸からパタッと北朝鮮は逃げて帰って潜入させてなかったみたいや。こういう人もおったんで。これは自衛隊の歴史の中でも封印されてるでしょ。夜間部隊を訓練メーカーで動かして北朝鮮の工作部隊が潜入してくるであろう予想される海岸に配備して、はい、まあ、訓練という形で、はい、野営されて、はい。命令で、射撃したと。ほんなら、あいつは飛び上がってびっくりして、あいごあいご言うて逃げていったんだよ。日本の、まあ、自衛隊も、海保も警察も撃つとは思ってなかったからでしょうね。はい。うん、こういうことが、を、まあ、封印されてるわな。この方はもう亡くなったけどね。その方から慎吾先生聞かれたんですね。息子から直接聞いた。そうですか。息子は俺より一つ上やからね。はい。うん、親父が言うてたと思う。うん。でも、そこから、その後からはパタッと来なくなった。なるほどな。やっぱり慎吾先生が、まあ、時々講演会でおっしゃる、よらば撃てっていうのは合ってるんですね。
あ、よらば切るぞっていうのは、やっぱり合ってるんですよね。うん、よらば切るぞって、かもうやっぱりめちゃめちゃ、そんな、無条件に言うとあかんけどね。うんうん。外国の部隊が、密かに日本の海岸線から上陸してきて、日本人を連れて行ってる時には、これ戦争状態やからな。はい。あの、東日本大震災で目の前を津波で流されていってる人を救うのと同じやからな。これは世の中やろな。ね。いや、国民がまだそこまで、どうでしょうか。私はもちろん、あの、戦いたいと思いますが、もうじきね、はい、F-15 か F-35A かのパイロットがやるかもわからんな、はい、空爆とかですか。あの、ね、はい、まあ、中共とロシアの軍用機が日本の領空に侵犯してくると、はい、領空に迫ってくるとスクランブル発進はね、大体年間900回以上を超えて推移してて、平成28年度は1146回あるわけ。1146回やね。1日4回から6回や。はいはい。ってるわけですよ。これ、こちらから警告を発して向こうは回避していくわけですけども、警告を発しても、領空に侵犯してきた場合どうするかっていう課題はね、パイロット一人の決断にかかってくる場合があるわけや。あらら、それ、本当に撃って撃墜した事態が起こった時に、安倍内閣を腰抜かすけれども、どう対処するっていう話や。うん、例えば、日露戦争の時の東郷平八郎、なにわ艦長、海軍大佐がね、はい、イギリスの船やけれども、新国兵と武器、弾薬と大砲を満載して航行している交渉を撃沈したんで、はい、それで、内閣は腰抜かした。で、撃沈されたイギリスの船やから、イギリスの世論も激高した。うんうん、はい、しかし、イギリスの国際法学者が東郷の行動は正当だと言ったんで、国際法から見たんですね。学者が、はい、なぜなら、うん、その50年前にイギリスは東郷と同じことをやって、これは自衛権の行使だと言ったからな。お、うん、同じことをイギリスがやったんで。で、国際法というのはこういうもんなんだ、うんうん、だから日本ね、外国の軍用機が警告を無視して領空に接近してきたら、はい、無警告撃沈してもええねん、撃墜しても、これは自衛権の発動なんで。我が戦後憲法といえども、体制といえども、自衛権はいいんだよな、自衛権は。はい。だから、自衛権の具体的な内容はあるだと、いうことを詰めれば、安倍内閣をもっとやれるべきことをやることができるはずじゃ。やってないですね。はい。多分北朝鮮の脱北者が南に来るんだったら、こっち側は、代わりに向こうへ潜入するやつがおってもええやないか。北朝鮮にですか。ああ、そうでしょう。いや、もちろんそうなんですけど、潜入してるって言って潜入して、るアホはおらんわ。みんな潜入してない言うけども、今 そうか。いや、そんな潜入してないって言うけども、潜入してるっていう状態か。何の情報もないやん、ヒューミント。あれだけね、北朝鮮に援助したがるやつおるんやったら、北朝鮮のやつに、ね、腹減ったやつ多いわけやし、もう近体制に見切りをつけて、こっちと仲良したいやつもおるわけやから、そういうやつに接触して情報を得るっていうことぐらいがやっとるんかね。いや、どうでしょうか。うん、その情報から、弱みを握って無条件で話し合ってやるよと安倍さんが言うてるんならともかくな。そういう潜入した人 の何かあった時に守れる体制もできてないので、結局は送れないのかなと。あの陸の中の学
赤の学校に入った時点で戸籍もみんななくなるんだよ。あ、はい。それで自分が何人で、はい、何してて、どこで死んだか、わからんようになって死ぬことを受け入れて、舞台ができているわけやな。いや、もうまさに、北朝鮮の特殊工作員が中野学校を参考にしたっていうのもその通りですよね。はい。日本でもそういうふうな組織は作られた。あったんですよね。はい。いや、そういえば、慎吾先生ってボルトンさんに会われてるんですよね。あ、ボルトンな。はい。はい、あったあった。何年ぐらい前ですか？政権のコンドリーサ・ライスと、もうオバマさんの前のブッシュ政権の頃、はい、クリストファー・ヒル、クリストファー・キム・ジョン・ヒルって言ってたけどね、あ、はい、あれはあのブッシュ政権の制裁を解除するって言った時に、はいはい、モルトンは一人反対しとったから、あ、そうですか、うん、島田洋一君と僕とはモルトンに会いに行った、はい、島田洋一は英語ペラペラやけど俺は英語できないから、はい、それが一点聞いたんだよ。制裁は俺らは絶対解除したかんと、制裁効果じゃないから、モルトンも俺もそう思うって言った。あ、いや、本当にやっぱり強権派なんですね。なるほど。それで拉致議連の会長の平沼太郎先生に、はい、で祝いでワシントンの空港ですれ違ったから、その時彼平沼先生が俺に聞いたのはボルトンはどう言ってるっていうから、うん、はい、ボルトンも俺らと一緒ですと、制裁解除したらあかんということですわ。ああ、言うた。このボルトンが、今のトランプ政権に入ったっていうことは、ね、そうですよね。うん、そういうことでね、はい、日本にとってもね。そうですか、じゃあもう、やっぱり、ボルトンがおるっていうことが、はい、分からんと、はい、ハノイで、3代目の、あいつが、まあ、調子乗って、はい。乗ったやつが、はい、調子乗ってあれだったんで。まさかっていう結果になったんでしょうね。舐めてたんでしょう。うん、はい、うん。何かはお土産くれるだろうと。うん。なるほど。日本にボルトンみたいなやつおらんだ。いや、じゃあ、慎吾先生にとったら、オバマさんの時代もまあ長かったわけですし、その後トランプさんになってボルトンさんが入ってた時に、お、あいつ入ったかっていう、あれだったんです。ボルトンが来て、はい、喜んだね、俺。あ、よしよしと。アメリカの方向はこれで、多分きつくなるだろうと、制裁を強化するだろうっていうのが分かったわけですね。そうね。あ、なるほど。で、日本は何やっとんねん。ん？日本は、日本の周りは海や。はい。その海で、はい、前録音したように、堂々とやね、北朝鮮の船に韓国の船が横付けして物資渡しとるんだろ。そこに韓国の軍艦もおるんじゃろうか。そんなもん片っ端からは日本がやね、制裁違反として取り締まって録音なんかしたら小松基地から F-15 飛び出して撃沈したらええんでしょうか。そんなことぐらいやれや。そこやっぱりアメリカの反応を待ってるのかなと。アメリカがどう、まあ、こう日本がどうするか。拉致されてるの日本人でしょうか。そうです、はい、はい、日本人は自分の判断でやらないか。そんなことをやってて無条件で話し合いに応じる余裕になったらともかくな。うーん、何も言わないことはもう舐められとるやん。これはね、安倍さんしかないとは思っとるよ。はい、だから言って甘やかしたらあかんよ。あんな、そうですね、教授のボンボンだやから、うん。いや、まあ、そうです。はい。うん、この。戦後の長州馬っていうのは一番立ち悪いじゃない。はあ、上品ですね。安倍総理。うん。うん。まあ、だ、うん。戦後専用機っていうのはね。はい。報道ネームはね。はい。ジャパンエアフォースワンや。もう十分軍じゃないですか。This is Japan Air Force One。はい。外国の空港に降りていくんだね。はい。エアフォースワンからね、はい、女房の手、ノブと手伝いで降りてくんな。手伝い。支えたら、支えるのはいいよ。はい。夫婦仲良く旅してんじゃねえやから。
まあ、頑張ってくれてるところもありますしね。まあ、だから、まあ、一応、今までの自民党の総理大臣とかよりは、期待もしてるし、もう一つ頑張ってほしいっていう気持ちで、俺もそれは、はそい。の通りやで。でも、頑張ってほしいね。でもね、慎吾先生がおっしゃっているように、うん、はい。いや、まあ、とにかく、そう。海浮かば歌うの嫌やとかな。あんなやつばっかり自民党でおるんやな。そういえば、慎吾先生のね、ブログで、ブログっていうか、そのホームページで今日、あれと思ったんですけど、日本と中国が、誰だったっけ？靖国神社参拝しない約束した密約があるんですか？知らんでよ。俺そんなん書いてへんよ。またじゃあ後で、また見。密約あるってのは公然の約束あるじゃんか。いやー。中国に忖度していかない。これ公然の、あれやん、漆黒やんか。え？そらつけられとんねでももうそんなや。そら国内俺のがこよとかまんでいで、かんのよ。まずでもそれがね、できないと、拉致被害者奪還どころじゃないですよね。そうやうな。ん。ね、九段まで行けないのにね、うん、日本海で演習も多分、それよりもうちょっと勇気がいることですもんね。うん。だから段階踏んででも、もうね、長く長期政権頑張ってくれたんやから、そろそろ、もう待ちくたびれました。うん。はい。で、実際に本当に間に合わなくなるかもしれないご家族が、また、その時に、今でももう取り戻せない、もう慎吾先生のおっしゃった通り、過ぎた時間は取り戻せないですし、内にある北朝鮮の、独裁政権の出先機関の朝鮮総連をなんとかせないかんぞ。朝鮮支援組織を徹底的に取り締まらないかんな。おっしゃる通りです。まず、スパイ防止法等々の、法制度をちゃんとせないかん。このままでは本当に、すべてができなくて、彼ら、引退していくわ。今の政府も。町銀の公的資金の、時も、慎吾先生、ホームページの中で、どうなってるんだっていうことを、もう、げ、その、ちょ、その、うん。はい。はい。はい。その間ずっと、東シナ海で、直近した北朝鮮の工作船の引き揚げを日本政府はしなかったんだよ。その間は、それで、おっとな、小泉訪朝が、9月17日訪朝が浮上してきたんで。だから、小泉が9月17日北朝鮮に行くために、あらゆる向こうの要求を飲んで、日本がやったんだろうな。それで、小泉は行ったと。それで、例えばここで、まあ、本当に初めから弱腰なんで。だから平壌宣言というのはもう北朝鮮の言いなりになってるよ。安倍総理はね、無条件の降伏の前、あの、無条件の会談の用意がある前提に、平壌宣言を前提にすると言ってるけどね、本当の平壌宣言というのはね、北朝鮮が日本を騙して、日本が騙されて、北朝鮮のに、痛烈なる反省と、お詫びを申し上げて、金を払う約束をしたというふうな、バカを見た歴史的文書なんだ。相手がした約束を全て破っているような文書を前提にして、どうして前
信できる？前進できないわ。うん。あれはミサイル発射のモラトリアム。核開発は国際約束に応じて、に対しては国際約束を遵守すると北朝鮮が約束してる。その全て破ってるじゃん。うん、ね、そうです、はい、遵守してないです。向こうは日本代表はね、うん、請求権を放棄しとんで、ね、小泉純一郎は、はい、請求権っていうのはね、どれほど8兆円以上やで、ね、あ、日韓併合地のですか、日本が残してきた請求権は、はい、うん、ほら、なんであのお詫び申し上げないかんねん、日本を拉致してる愛独裁政権に対して戦争もしてないのにね。ああ、北朝鮮は1970年代までは韓国以上の工業生産力を誇っとった地域ですよ。はい。なぜそれが可能だったのかって言ったら、日本が北朝鮮と満州に残していった産業インフラが稼働してたからやな。うん、そうです。ああ、工業一の水力ダムがあるわけでしょ。それで、この黒部第4ダムクラスのダムが4つか5つあるわけですよ。これが稼働してたから、満州と北朝鮮は重火力工業地帯やったんですよ。はい。そういうことを放棄してしもてね、放棄なんかすんな。俺あの時、それで嘘かまされて帰ってきたんだ、あれ。何で、ね、その、4人は生きててるけど、8人死んだ言われて、そうかと。なんでその平壌宣言を後生大臣にすんな、あんなもん。これ、平壌宣言を軸にして、拉致問題は解決済みって一貫して言うてるんですよ、あれ。北朝鮮側は、はい。はい。ねえ、こういう、そこに随行という官房副長官としてついていったから言って、いつまでだったっても、それが痛恨の、判断ミスだったということをごまかして、言ってたらあかんな。痛恨の判断ミスなのかな。あれ、100名以上見殺しにする寸前まで言ってたんだ。あの嘘を見破ったのは荒井和弘と西岡力也。うん、はい、もし彼ら二人を同行させとったら、その場で直ちに見破ったよ。うんうんうん。攻撃証言の時期と違うけど、どうやとかね。はい。あいつら、そんな点検もせんと、盲信して帰ってきて、そして、北朝鮮からトラック2台分の松茸もらって帰ってきたんですよ。政府専用機に松茸にトラック2台分乗せて。うん、安倍さんが、俺は待機してるところに報告に来た時の俺言ったよ、安倍さん、トラック2台分の待ったけど、なんで戻ってきたよ、どうすんやろ、顔はこわばってピコピコなってたけどな。どうなったんですか、実際に待ったけ知らないですか。北朝鮮はさ、待ったけ日本人が喜ぶと思ってね、ですね、朝鮮総連のなんか議長の息子も、はい、北朝鮮と全くの、商売やってたんや。はい、そうです、補助マン議長が、はい。全くやったら喜んだんじゃ、小泉一行は。俺、その時に首相官邸に電話して、反旗を翻すと、首相官邸は、8名死亡したと言われてね、喜んで帰ってこんなん言ったんだ。どうしてもその相手が不法に理不尽に連れていた国民なのに、その外務省の人とか官僚の人を、まあ国会議員の秘書さんとか、まあやっぱり国家間の約束は大事にしないととかってなるんですか。行儀がいいんですか、皆さん。言葉二言目には言うな。はあ。官僚は言うのはね、はい、それを否定したら自分なの、何してたんやと、いうことになるから言うだけの、保身で言うんだ。それが官僚なんだけど。ああ、自分たちが言ってたらダメやな。ああ。政治家が言ってたらダメや。
そうですよね。慎吾先生ね。慎吾先生、めっちゃ異端児ですね。そういう意味で言うと。異端児で、あれ続けられたのが幸せや。ね、今もな。いや、よかったです。はい。なんか誰かボルトンって書いてました、慎吾先生のこと。ボルトンな。はい。ボルトン。アーミテージちゃんもおもろいやったかな。あ、そうですか。割れたんですか。はい。なるほど。要は、グッドサバイバーって言ってた。そこでやる。尖閣で。サバイバルって。尖閣で生き残ってきたなって。サバイバーって言われたの。サバイバーは、あいつ海兵隊やったよね。あ、そっかそっか。なるほど。だから、アメリカってのは、ローマテヘルトリッチもそうやけども、うんうんうん、見心わかるやつ多いよ。うん。いや、正直ですね。で、また、アメリカの方って、いいですね。ちゃんと、自分の国を守る軍人さんに、ちゃんと敬意を表せる国でいいですよね。そう。慎吾先生、この間、いただいてたじゃないですか。金城陛下、最後の褒章。ああ。はい。で、ああいうの戦後は、日本の、自衛隊の方っていうのはいただいてないんですよね。そうやな。はい。だからそういうところも変わらなあかんなって。うん。内閣総理大臣もね、防衛庁長、防衛大臣もね、はい。例えば4月の F-35A、はい。ステルス戦闘機のね、はい。夜間訓練中の墜落に関してね、はい。一人でよく、一つの都市を守ることができる、優秀なる戦闘機パイロットを失ったことの痛恨の思い、国家的損失である旨の痛恨の思いをね、表明せないかんかったな。ただ単にご迷惑をおかけしましたってなんだよ。それからマスコミは一機140億円やと。お金ってね。お金に換えられない抑止力ですよ。はい。はい。その優秀なパイロットが日夜訓練して、はい。はい。自分たちが接近していったら、F-15 なり F-35 に乗って出てくるっていうのは。技術力と精神力を鍛えてくださってね。はい。我が国は、戦時状態ですよ。1年に1000回超えてくるわけですから。はい。1日に3回から4回。ねえ、すごいですよ。超戦時状態やんか。いや、もう、実際に領土も取られてますし、国民も拉致されてますから、まさに。はい。その抑止力を維持してくれてるのが、我が国の海上自衛隊の潜水艦の諸君たちとか、ね、F-15 のパイロットやんか。はい。それは本当に危険や。8G 経験したけどね。ああ。一挙にね、自分の体重が8倍になる経験したけどね。はい、大丈夫です。はい。これで毎日訓練してたらもうクタクタになるよな。それ非常に優秀な人たちや。国の宝やで。いや、本当にそうですね。国会議員、10年逆立ちしてもかなわん国の宝やろね、あいつは。ね、国会議員の給料ぐらい上げたいですよね、本当は。いやいや、国会議員の良さやせやん、そうです。ね。国会議員は 何してんか知らんけどな。寝てる人もいますから、国会議員。何も用意してる。いや、寝てもええんだ、ほら、黙ってる方がいいですか。別の人は命かけるやつおらんかったわ。選挙のことばっかり考えとんねん。慎吾先生みたいに、そんな国会で自分がした質疑で、後から、その、国民の命の心配までする、命がけの質疑して、泣いた方とか、多分いないと思います。いや、まあ、日本の国会も、いいやつはおるんだけどな。はい。全体としてこうなってる。だから、やっぱり内閣を率いてる者が、そこから突破していかないか。戦後体制から脱却とか、日本を取り戻すって彼言ったじゃん。そうです。はい。ね。はい。それで、主権回復の記念集会をやるね。はい。で、お取材でしたんですよ。主権回復。はい。一回しました。ああ、はい、これが安倍内閣の最大の功績や。いや、素晴らしいと思いました。その後、ちょっと続かなかったんですけど、はい。主権回復を政府が公式に祝ったっていうことは、うん。それ以前の7年間は日本に主権がなかったということを公式に認めたということじゃね。
あの時、もない時に押し付けられた憲法を、はい。廃棄するってことやろ。その主権のない時に解体させられた帝国陸海軍を取り戻すっていうことやろ。日本を取り戻すっていうことは。あの時ね、そうです。天皇陛下万歳までみんな言えたのにね、そうです。はい。どういうことやね。だから安倍内閣は本当に功績あることをやったんだよ。はい。だけど、俺らやな、多分。あと、その直後の集会で、はい。安倍内閣は立派なことをやったと。うんうん。はい、日本に主権がない、なかった7年間があるってことは公式に認めたと。はい。はい。だから日本を取り戻すってことは簡単にわかるじゃないか、子供でも。うんうんうん。帝国陸海軍を復活させるちこっちゃと。押し付けられた日本国憲法を廃棄するちこっちゃ。うんうん。教育直後を取り戻すっちこっちゃと。うん。うたら、それからプタッと専用になりよったんや。いや、慎吾先生のせいじゃないんですよ。いやいや、慎吾先生のせいじゃないんですけど、あの、天皇陛下万歳っていうのも叩かれてましたし、はい、はい。でも、天皇陛下万歳っていうのは、天皇陛下が健康で、国民のために、あの、御御心で祈ってくださって、日本のこの国万歳っていうのと同じ意味じゃないですか。そうやな。だって天皇陛下、家族ですから、はい。天皇陛下万歳ってな、はい。日本人とっさに出てくるみたいやな。もう同じ年代やから、はい。戦後彼やで。はい。彼はね、今車椅子の生活なんだよな。はい。ほんで、若い頃にプールに飛び込んで、頭をそこに打って、脊椎損傷で車椅子だ。はい。それで非常にあの精子を触るような状態の時にね、はい、彼つい最近俺に言った。ふっと何が出てきたの？天皇陛下万歳という言葉が出てきたと言ってたな。ふっと出てきたんですか？ああ。で、よくあの戦場で兵士は天皇陛下万歳とは言わないんだと。お母ちゃんって言うんだと。あの、うんうんうん、戦場を見てきたように言う人がおってね。はい、僕らの小さい頃は。はい、それで、大方そういう人はね、戦中派だけれども、戦場の体験がない人は、そう言うてたわ。そうそうですか。なるほど。うん、そういうだ。それで、本当に戦場の体験ある人に聞いたんだよ。はい。兵隊は亡くなる戦士の時、どう言うた？あのな、天皇陛下万歳って言って死によって言った。うん。日本人のなんか、遺伝子の中にある、とっさに出てくる言葉みたいな、これ。ねえ。まあ、みんな家族ですから、はい。沼山光弘っていうやつの名前を覚えといてよ。はい、みんな。これは、靖国会事務局長をやっててね。はい。靖国神社によくおって、はい。顔で、あの、従順な、はい。青年やった。ああ、はい。しかし、5月11日、あいつは、あの、靖国神社の、一の鳥居の前で、滑落して自決しよった。おとといやな。うん。なんでか言ったら、先帝陛下が、天皇の時に、靖国神社にご心配されずに、打ち過ぎてしまったことを、うん、国民の一人として、誠に申し訳ないって言ってね。はい。あの腹切り寄ったんで、非常にね、穏やかな、素直な、礼儀正しい青年やったけどね。はい。あの天皇陛下に申し訳ないって、腹切った。こういう人がおるということを覚えて忘れないでほしい。はい。ありがとうございます。またちょっと話が戻ってしまうんですが、そういうふうにこう、天皇陛下と日本の国民で、やっぱりつながってるんだなと思うのが、その田中正造さんも明治天皇に最後、あの、直訴まで しましたし、はい。で、はい。で、また、その、ちょっと待ってくださいね。今、福江さんのお母さんですか、ね、お父さんですか。え？何？誰の？
ちょっと待ってくださいね。あ、出てこない。あれ？すいません。あら。僕の声聞こえてんの？あ、はい、大丈夫です、大丈夫です。はいはい、聞こえてます、はいはい。ちょっと待ってくださいね。あ、止めてしまってすいません。はいはい。はい。驚かれましたか。あ、すいません、浜本不喜恵さんが行方不明になった時に、あの絶望の果てで天皇陛下に直訴することをあの考えられてたって、ご両親どちらか、はい、それをあの慎吾先生のホームページで読んでびっくりしたんですけど、もうそこまで思い詰められてたんだと思って、はい、酒屋さんとね、はい、あの横田酒屋さんと、あの皇后陛下一度ちょっとお会いしていただきたかったと思ってね、はい、あ、平沼那智記念会長、平沼武雄先生ともちょっとお話ししたことがあるけどね、うん、あれお会いしていただきたかったな。皇居の金堂奉仕行けばパッと天皇皇后両陛下が車で通られることもあるからね。あ、でも今ちょうど、あの、そうです、ご会釈って言って、ご会釈ね。はい、いただけます。私、去年、あの、経験しました。はい、もう、素晴らしかった。ひげ生やしたんは、去年の9月にご会釈を受けて、あの、からひげ、それへんで、こう、ひげ生えてきたんだ。あ、そうなんですか、慎吾先生。はい。東京の中、明治やと思った。で、明治の乃木、閣下も東郷平八郎閣下もみんなひげ生やしてるから、俺もひげ生やそうかなと思った。綺麗に生えましたね。よかったですね。あれは、はい、明治そのものやった。あ、僕のじいさんが9歳で雅楽を、あの宮内庁の中にで雅楽をあの、はい、練習しに行ってて、はいはい、で僕明治17年生まれの9歳やから、あの自由に歩けたらしいね。そうですか。はい。明治天皇かなんか偉い方が鼻を吸ってて、はい、窓のところにポッと置いたときに、うん、庭の方からそれをパッと取って吸ってみたって言って、僕の母親に言ったらしいね。そうですか。ほんで母親がそれをあの僕に言って、はい、まあ、9歳の子はそのこの皇居の中歩いてそんなとこに行けるはずないと思ってたけど、あれ家族の庭みたいやから行けるとこ分かると思ってね、うんうんうん、はい、なんかしいてね、へえ、うん、で僕はもうそれからあの天皇陛下の庭を、はい、あのその草抜きした男として、はい、このひげそらんとおろうと思ってそうですか、なるほど。いやでも綺麗です。お似合いです。はい。今慎吾先生こんな風におひげが生えてるそうなんです。皆さん。はい。ね、最初の方の慎吾先生メガネかけてらして、はい。若い時はそういうイメージでした。うん。これはカットされてるんですか？何？おひげはカットされてるんですか？散髪屋さんでやってもらってる。自分でやんねんけどね。あ、自分でやるんですか、上手ですね。今日僕はあれだね。はい。あの、鎌田だけの不老者みたいになってくるから、手入れしていくからね。あんまり大阪行くとわからないかもしれないですけど。うん。はい、鎌田だけは悪いけどね。はい。俺は鎌田だけで育ったような男やからね。うん。高校時代は鎌田だけの近くの高校やったから。はい。ああ。そっか。慎吾先生、もう、よかったらですね、皆さんからの質問に答えるというのは、いいですか？ありがとうございます。はい、皆さん、慎吾先生が、
もうこうやって生で質問答えてくださるそうです。ご質問と書いてから書いていただけるとありがたいです。じゃあズニアさんから、はい、日本国憲法を破棄し大日本帝国憲法に戻すというのは法体系がおかしくなるのではないでしょうか。70年余り作った法律が無効になるのではないでしょうか、うん、という質問があるんですが、よかったら、はい、はい、そんな真剣に考えることじゃなくてな、はい、北条泰時が承久の乱の後に、うんうん、ご成敗式目を作った時のやり方をそっくりやればいいんだよ、うんうんうん、歴史に学べたんだよ。北条泰時はね、うんうん、京都の方には律令、大宝律令とか養老律令があるらしいと、はいはい、だけどあんなものはわしら100人1万人おっても一人も知らんと、うんうんうん、あんなもんに裁かれたらね、漁師が掘った獅子穴に落ちるようなもんだと、うんうんうん、だから我々は今まで頼朝どものが裁定してきた通りにやるんだと、うん、こう言おったんだよ。ほんで大宝律令、養老律令を改正したという例はないけども、日本はずっと江戸時代から明治時代に至るまで、うんうん、関東五成敗式目で世界最高のやで、はい、民法を持っとったわけですよ、はいはい、女でも上司になれるし女性でも相続権があるっていう、うん、これは世界の法文化としては画期的なの、はい、体系を持ってた、うんうん、だからもっと我々の歴史と伝統に自信を持たな、うんうん、だから自衛隊は今両下の艦や日常にはない両下の艦、はい、これを軍隊にしたらいいだけの話よ。もうその戦後から考えるんじゃなくて、もうずーっと続いてきたのが日本だから、ね、占領基本法としては、はい、機能してきてあるわけやから、うんうん、日本国憲法は、はい、日本占領基本法、ね、はい、日本だと思います。占領基本法や、はい、先生方でも、はい、だから占領基本法として機能してきたことは別に否定せえへん、占領されとったんやから、うんうんうん、まあまあ、それで、はい、もう取り戻しますよと、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと答えにくかったら答えにくいで、質問です。西村先生が一番気に食わん政治家って誰ですか。気に食わん政治家か、はい、もう亡くなった方でもいいですよ。金庫反政治家ってあれやな、生きてる人かな、共産党地やとは、あの一番気に食わんな。ああ、もうもちろん、右翼の。村山富市とか菅直人とかな。ああ、やっぱ村山さん出ますか。はい。気に食わんな。ああ、はい。うん。それでこの頃のや、自民党の幹事長やってて、共産党と一緒に選挙やろうって言うてるやつおんな。はい。うん、名前言わんけど。名前は。なんだあれ。本当に、ようすえやな。うん、表、やり、やり、うん。一時期一緒に活動したけどな。はい。まあ、いろんな方が、ね。政治とはあんなもんやったこと、愕然とするね。そんなんで議員続けてたの知らないと思うけどな。それで。大吾さんの爪の中でも逃さなかったと思うけどな。では次の質問に行きます。拉致の質問ではないですけれども、これまで皇太后陛下と言われたことが特例法で上皇后みたいな呼称になったことに対してどう正していけばよろしいでしょうか。はい、はい、僕は皇太后陛下って呼んでるけども、あ、そうですか、はい、はい、政府がそう言ったからそう指摘されるんですけども、はい、僕は自然に呼んでる、うん、あのね、はい、政府はこれだけは認めざるを得なかった、はい、つまり天皇を辞めたお方が上皇になられるということ、だけどこれは日本国憲法は予想していない地位やね、うん、
るってことはすごいことや。あの、どこが、まあ、幕藩体制が倒れるっていうようなきっかけを作ったのも、この上皇や。つまり、後水王天皇が、三十数歳で上位を出されて、以後50年間、上皇としてね、はい、幕府を超える権威が、皇室にあることを示し続けられたこと、これが幕藩体制崩壊から王政復興に至る、引き金やねんな。日本国憲法体制はここから崩壊してくるかもわからん。あ、なるほど。のね、あの先帝陛下のご上位はね、はい、非常に重要な歴史的なあの日本国憲法体制を超える一つの見業、はい、尊い見業だと僕は思ってます。あ、はい、わかります。はい、日本国憲法にないことを、はい、ね、結局脅威は絶対できない、ね、日本国憲法体制からは、まあ、書かれてませんよね。だから政府は安倍内閣が大義って言ってるでしょ。はい、天皇の意思で自分の位を譲るのではなくて、内閣が天皇の大義を決定して、それを天皇に通告して、うんうん、天皇はそれを受けてありがとうございますと言うというのは、即位、なんとかの、即位、なんとかの儀というのはやったでしょう。はい。あれはその体制を政府がやった。ものすごい、あの、歴史の改ざんをしてる。伊藤金城陛下は、金城陛下は自分の意思でこのくらい行為を譲ると皇太子に言われた、この歴史的事実を改ざんして、天皇の意思で譲るのではなくて、それはできないから、内閣が大位を決定して天皇に通告して、うんうん、天皇が交代するという形を今の内閣は取ったんです。それほど憲法に違反したらダメなんですかね。その憲法ができる前からあった皇室の、はい。戦後体制とは日本国憲法体制のことやない。で、日本を取り戻すっていうのは、その戦後体制が隠しておる本来の日本のものを取り戻すっていうことでしょ。だから安倍内閣は日本を取り戻す、戦後体制からの脱却を掲げて国民の支持を集めたにもかかわらず、最も肝心な天皇の上位に関して、天皇を戦後体制に閉じ込めた。しかし天皇は戦後体制、日本国憲法体制に閉じ込められなかった。全日本国民がこれは天皇の上位であるということを認めておるからです。そうです、はい、皇太子様に譲られたと思っています。はい、日本国憲法の予想してこない上皇という地位を、うん、今の先帝陛下は取られておるということです。はいはい、上皇を縛るものは何もないんですよ。そうです、そうです。で、またこの国神社にもご参拝いただけるし、はい、で、また新時代になったのですから、もう新になったということで、時代が変わったということで、多分陛下は、まあ、そこまでちょっと恐れ多いですけど、変わらなければというものも示されているような。はい、上皇陛下も今の天皇陛下も決して口にはなさらんし、それはされないことですけども、はいはい、中に皇位継承者が少ないって言われてるでしょう。はい、で、日本もいわゆる少子化傾向が、これは最大の国難であると安倍さんが言ってるでしょう。はい、触れないことが一つは、日本の皇室を維持するためにどうしても必要なことは、はい、うん、皇室にご側室がいるということです。いや、それでも慎吾先生、それはね、今の時代ちょっと多分世論も受け入れがたい。今の時代も昔も未来も人間の存在は変わらん。いや、それはそうなんですけど、あのね、はい、それがなかった万世一系は続かない。どうなんだよ。いや、側室制度は多分ご皇室の方々もどうなんでしょうね。これは、はい、いるいや、いる、これはいるっ
ところに行きますよっていうね。はい。はい。はい。いい、かなの、のらみ。そらみつやまとの国は、おしなべて我こそまぜ。しきなべて我こそあれ。我にこそはのらみ、いいよ、もなお。それで、弱いに行くんだよ。それでね、シェリーさんな。はい、はい。娘はその恋を受け入れたと、万葉集に呼び人知らずで残っても、はい、あの、小森君の発生遅れに呼ばいせし、我が住めるよっていう歌が残っとんねん。ここで、子供が生まれて男子が生まれたら、この男子は何になると思う？皇位継承者になって天皇になる。そうです。はい。春の野で野菜を摘んでる娘が、天皇の母になる体制が男系の男子の体制。はい。ということは、日本国のすべての女が、天皇の母になる体制が男系を継承やねん。うんうん、そうです、そうです。うん。ほんで、母系地は何や？アリとか蜂のやな。女王蜂、女王アリがおって、そこで産む体制でね、こんな人間様の高等生物に、こんなは絶対、社会は成り立たんねん。うん。で、最も女を差別する体制なんです。そうです、そうです。うん。でね、うん、男にはね、あとは女やからわからんかもしれんけどね、うん、男にはね、はい、女に取り入るのだけがうまくて、それで生きておるやつがおるわけ。それで、戦争になったら必ず戦場から逃げるってやつがおるわけや。男にはな。はい。どんなんが女に取り入るのうまくて、女王蜂に取り入ってやな、はい、鉄砲の父親になる体制なんて。俺ら男は断じて許せんの。えらいことですね。国難です。はい。継続できんの、そんな体制やったら。だから、官能家なんか、あんた、総合してみよ。あれは戦時になったら逃げるやっちゃうの。そうだと思います。東日本大震災の時に、あいつがやったことって、首相官邸で怒鳴って、東電本社で怒鳴ってただけやん。まあ、邪魔しに行ってました。はい。ああ。はい。あんなんが、女に取り入るのだけはうまくてやな。はい。よし。皇室に取り入ったら、日本崩壊するぞ。いや、そうです、そうです。本当に、まあ、だから、権力争いが始まるんですよ。はい。ね、はい。えらいことです。だから、そういう、いいか、男系の皇位の継承っていうのは、それで起こってきた。うん、つまり、日本のすべての女性は天皇の母になりうる体制を維持してきたから、今まで126代継続しとるんだよ。いやー、まあ、もちろんそうなんですけど、そう、僕らは男は、はい、それで忠誠は誓える。側室制度な、もう今目の戸制度もされてないですし、ね、ご自身のお子様をご自身で育てられているじゃないですか。今の上皇様の時代から。はい。上皇陛下から。あ、大正論そうですか。わかりました。すいません。はい。あ、これはな、はい、言うとくよ。はい、俺、西村慎吾はあんなこと言うてたと。はい。もう、覚えといてくれよ。はい。家の殿下とも約束したことやからな。あ、お約束を、はい。はい、俺は言い続ける。はい。西村君、頼むぞと。はい。言われたんですね。うん。はい、わかりました。もう、まあ、殿下、もう隠れなかったから。はい。余計俺は言わなあかんな。あ、でも、今、まあ、男系とか女性天皇、女系天皇っていう話がよく、話題になってますけど、側室の話をしてるの、慎吾先生ぐらいか。ちょっと少ないと思います、正直。まあまあ、はい、そうなんだ。はい。ええか。はい。ありがとうございます。皆さん、もう質問、ごめんなさいね、ちょっと読み取れなかった方がいたら、すいません、もう一回コピーして貼っていただけたらありがたいです。戻れ、るところまでなるべく戻りますが、はい、よかった、すいません、慎吾先生大丈夫ですか、お疲れになってないですか。全然疲れてない。あ、全然疲れないですか、ありがとうございます。はい、よかったらいっぱいやってください。はい、あ、そうか、はい、大丈夫です。どうぞどうぞ、
教えてください。はい、はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。だいぶコメント戻ってる。トランプとすごくいい関係を保たれそうだよなって書いてある。浅香さんな。はい。あのね、チャーチルが、ヒトラーがね、はい、地獄に攻め入ったらね、俺は、地獄の悪魔を支援するって言ったんだ。チャーチルがね。おで、今ね、その図式がね、東アジアで残ってる。中国共産党の崩壊を、うん、崩壊させる方向に動くやつはね、日本は断固として支援せないか。中国共産党独裁権力、核ミサイルを持つ独裁権力は、日本の存亡をかけた国家最大の敵や。はい。それで、それを崩壊さすことが、大和民族の使命や。アジアと世界の平和のために。うん。うん、その意味で、トランプは支援せないかな。はい。米中の、貿易戦争で 25% の関税アップ等々を、日本は全て株価が下がるとか、不景気になるとか、日本が部品を輸出する会社が売り上げダウンになるとか、うん、経済の問題だけ捉えてるけども、うん、これは文明の壮絶なる闘争なんだよ、うん、日本もその圏外ではない。このままね、あのモンスターに餌を与え続けるのか、うんうんうん、それともモンスターに餌を切断する側に動くのかというふうな文明の起点や、はい、今ね、はい、そこにトランプが出てきたってことは、ね、本気出してますから、はい、すごいなと思います。これが多分歴史の分岐点だったんだろうと、多分後世の人は、うん、安倍さんがその習近平と話しに行ったら1000名の財界人が行って、はい、一緒に行って、はい、取引の話ばっかりしてたと。これ日本の恥やで、ほら、あんまりミツバチみたいなやっちゃ、日本にはね、財閥というかね、財界、経済人はおるけど、昔の財界人はもうおらんな、絶滅やな。金のことばっかり考えとんね。はい。何か他にありますか？あります。民社党は拉致問題及び日本人妻帰還運動に、民社党ですね。はい。最初に、慎吾先生がいらっしゃった。それ、いち早くそれも熱心になぜ取り組んだんでしょうかという。民社党？はい。民社党はやな。はい。自民党よりまだ右やからや。そうでしたね。はい。はい。働く者を守るっていうことを、はい。なった。一人の国民も見せないということでしょう。はい。はい。うん、これが民社党の理念だ、はい、だから拉致問題救出をに取り組んでる労働組合というのはみんな民社党系の労働組合ですよ。ああ、なるほど。荒木和弘もそうです。全国で民社党 OB の連中が拉致被害者救出運動に携わってるわ、はい、こういう政党があったということ。それからね、うんうんうん、梅沢翔平さん、これ、民社党の精神政策審議会の事務局長をされた人やけども、はい、天皇をいただいた社会主義っていう本を書いてる。あ、これはね、戦後ね、戦中戦前にね、はい、その聖戦貫徹等々を右翼的なことを叫んでた政治家ほど、戦後はマッカーサーにこびて、天皇制廃止まで言い始めたときに、完全として GHQ に対して、うん、日本の勤労者は天皇のために働くんだと言い切って天皇を守った。そうですね。まあ、松岡小馬吉とかね、はい、西尾清雄とかね、はい、俺の親父は名出さないけど、俺の親父もそうやけども、後に民社党を作った人たちなんだ。なるほど。いや、本当はそういうものですよね、労組というか、その組合はね。はい、日本の保守というのはな、うんうん、そんな時あんねん、戦中はやな、やれ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 やってて、
戦後は狂ったよな、進駐軍にこびてまた同じ地位を得ようとしたんだよ。だから進駐軍は天皇制廃止の方向に来てたんだよ、あの時。それで、あの松尾が小牧地西尾末広なんかは GHQ の労働部長に呼び出されて、はい、あら、イタリアは労働組合がイタリア皇帝を廃止したんだと、日本も君たちが廃止運動やったらどうか言った時に、松岡小牧地西尾末広は完全と抵抗したんだ。そんなことはできない、日本の天皇は勤労者のためにあるんだと。ああ、ちゃんと分かってるし、まあ、もっとみんな知っていただきたいな。そうですね、はい。うん、日本の天皇のために勤労者を働いてると、勤労者のためにあると家族なんだという、いいこと。この際は自衛隊は軍隊やないとか、じゃ自衛隊は税金泥棒とか、確かに社会党とか共産党と言うてたけどな、はい、自衛隊をずっとやな、ママ子扱いしてきた政権はどこやったんや。ね、F-35A ステルス戦闘機墜落して、そのパイロットはもう絶望や、亡くなった、うん、そのパイロットに一言のね、追悼の字を述べた形跡は現在の内閣にないぞ。はい、はい。俺はそれは痛恨の思いや。本当にそうですね。ハリー・ハリスっていうね、2年前にアメリカ太平洋軍司令官として日本に来た人はね、はい、東京で講演する2日前に、札幌から函館に行く陸上自衛隊偵察連絡偵察機が墜落して4人の自衛官が殉職したときに、はい、あの救急患者を搬送するためのね、はい、ここで彼はこう言ったね、あの事故で知ってほしいのは、はい、若い自衛官たちが、うん、日々私たちのために命を懸けているということだ、うん、そうでした、そうでした、はい、彼らの命は日本を守るために落とした命であるということを忘れないでほしい、うん、ハリス、そうですよ、日本人じゃない。はい、はい、覚えてます。オスプレイが墜落したとき、海洋洋上訓練で墜落したときに、彼らはね、陸路を通ればカズナに簡単に降りれたんだよ。しかし陸路を通れば、飛行すれば市街地の上を飛ぶから、高山を回って海に墜落したでしょ、はいはい、その時に、防衛庁長官は、防衛大臣は、しばらく飛行を停止しようって言って要求してね、はい、沖縄県知事は例によって安全だ安全だと言うてるけど落ちたやないかと騒ぎまくった、はいはい、沖縄県副知事はアメリカ軍司令官のところに行って抗議したんだよ。そうです。アメリカ軍司令官は何と言ったか、うん、優秀なパイロットを持って誇りに思うと、彼らが市街地を返した決断をしたことは立派だったと、こう言ったんですよ。これこんなことぐらい言えんのか。いや、もう悔しいですけど、アメリカの、はい、はい、分かる、あいつはアホやから言うとんね、うん、だけどそうではないね、自民党の内閣は、はい、つまらなかったもなんだと、殉職した自衛官に対して申し訳ないと思えと言いたいな。本当そうですね。まあ慎吾先生は結構質疑というか、安倍総理聞いていただきたいという感じで国会で。杉田水脈は何や。はい。殉職者の方々の慰霊に行った時な。はい。家族の方々と同じで本当にやるせない気持ちになりますって言っとんな。ああ俺もな。家に行った時にあれは F4 ファントムのスクランブル発進で2機、うん、墜落してね、はい、その子供たち小学生低学年の子供たちがね、はい、家試験行った時にね、はい、涙が出て涙が出て、音速の戦闘機が海に墜落するっていうことはね、はい、コンクリートブロックに当たる以上の衝撃でバラバラなんだな。バラバラなんですね。肉片を救い上げるみたいな
で、なるんだよ、あ、なるほど。じゃあもう亡くなった後にその眠ってるお顔を見るってこともできないんですね。できない、なるほど。本当に命を懸けてくださってね、国を守る人に対してのその態度っていうのはもう、いや日本は こんなんじゃなかったのになっていう気持ちになります、はい。あ、そうなんですね、美穂先生。慰霊祭に出てこれるようになるまで15年かかったと。なるほど。みお先生頑張ってます。はい。うん、はい。頑張ってねーって言う。へこたれてへんからな。はい。俺ね、うん、その、つい最近テレビ見たらな。はい。お釜ばっかりが並んで、女の子って思ったな。もう嫌なの。はい。え、はい。はい。いや、まあまあまあ、いろんな人います。はい。なんかもう言葉狩りみたいな時代なんですよ、慎吾先生、本当に。うん。あのね、海部俊樹っていう人がね、はい。で、最高峰、党代表か、はい、してるときに、ね、うん、はい。決対な法案を、その、立候補者の何割が、クォーターか、4分の1か。うん。必ず女性であらねばならないこの規則を作ろうって言った時にね、俺それ潰したんだよ。はは、い、中山さん、まあ、カルセル巻きはどっちなんやねえ、関西ではもう昔から活躍してるけど、はい、中国とか朝鮮のはカンガンっていうやつがおんねん。ああ、そうです。男やったら上やからあれ切ってな、はい、女になるやつやと。はいはい。いや、女にならないですけど。さえあれば。はい。立候補できて議員になる人やったら必ず切るやつが出てくると。いやいや、それはどうすんねん。いや、もともといらないっていう人ももちろんいたり、まあせ、まあね、同一障害っていうのを。男であるか女であるかとかいうよりも、彼もしくは彼女が何者かと。うんうん。祖国を愛せる何者かということの方が重要じゃない。いや、それはそうです。はい。資質の方が大事です。はい。つまり今の風潮ね、はい、女やったら衆院議員になれるって言うんだ、チンポを切るやつが出てくるぞ。ほんまに。うん、他が持ったらタレントになろうと思ってやっとんだから。おらしいわ。今のさ、芸能プロダクションみたいなもんやから、今のは。政界の選挙に出るっていうことは。まあまあまあ、もちろん、知名度の高い人とかも、当選しやすいとこはあるんですが、うん、はい。ポピュリズムな。はい。ポピュリズムの世の中じゃ。はい。もう気持ちいいですね、慎吾先生の意見はもう。はい、気持ちいいです。はい。スカッとします。ありがとうございます。中佐が書いてくれてたところになっ、あ、はい、中佐っていう人が書いてくれてたところにも、あ、これじゃないのかな。私は改憲派なんですがっていうことを書かれてたんですけど、慎吾先生はもう日本国憲法無効派なんで、多分、はい、無効なやつをな、はい、改憲したらあかんねや、はい、無効って言うた方が面倒さもって言うぞ、無効なんでから、ちょこちょこいじるよりも変なものをってことですか、はい、はい、毒の木の枝を剪定してどうすんや。毒の木の枝を剪定しても毒の木は毒の木や。なるほど、うん、あ、うん、最初から新しいのちゃんと作ったらええやないかと。あれは大日本帝国憲法ってあるやん、うん、あります。大日本帝国憲法、はい、これはすごい憲法なんだよ。日本の歴史と伝統の中から出てきた憲法で、何年もかかって日本人が、うん、日本人が書いた憲法なんで、日本国憲法ってのはアメリカ人が9日間で書いた憲法なんで、はい、素人の人たちが集まって、ね、はい、五義中佐か、はい、大日
本帝国憲法の改正規定に基づいて改正するんやな、改正するんやったら。ということです。仲裁いいですか？はい。法制式としてもね、日本国憲法は大日本帝国憲法の改正規定による改正として、公布されてるわけやから。あ、それをもう一回戻すってことですね。もう一回戻せる。はいはいはい。憲法の改正というのは大日本帝国憲法の改正や。でも文言とかが古いものとかは今の言葉に直したりとかはちょっと必要かなとは思うんですが。そうそう、まあそうやけどな。はいはい。マグマカルタはやな、昔の物語のままやか。うん、ああ。はい。はい。ね。それもね、味がありますよね。古事記の、ね、あれは今の憲法のようなもんや。ああ。つまり、今は我が国の憲法、つまり皇室の憲法は天上無窮の進捗やで、天照大神の。はい。高等です。はい。はい、万全一計です。おっしゃる通りです。でもそれをなんかこの前 NHK がちょろっと言うと、まあ、すごく左翼の人が叩いてましたが、NHK を。はい、天照大神を祖先とする日本の天皇はっていうのを NHK が言っただけで、何を言ってるんだ、そんな神話の話を、みたいな感じで、うん、まあ怒ってましたけど、まあアホは、ね、うん、何もええねん。まあアホはね、言いますから。天照大神の天上無窮の進捗があって、うん、神皇聖統記はだから日本は神の国だと言って、はい、で大日本帝国憲法は天皇は神聖にしておかずべからって書いた、はいはい、この伝統は、うん、続いた伝統を無視することはできない、うんうん、そうです。あの結局祖国はないわけだから、最後は。ああ、なるほど。この歴史と伝統はないって思っちゃうから。いらないわけですもんね。まあ、まあ、あるとしたら戦後の日本でしょうか。うん。今の日本は多分、変えたくないんだと思うんです。今の憲法も。だから短いですね、今、日本の左翼は、歴史が。今の憲法体制の下で拉致問題が起こって帰ってこられへんわけやからな。はい。で、東日本大震災の時に憲法 が機能したと思ったら、うんうん、東日本大震災でね、自衛隊は10万7千動員してね、2万人近く救出した。はい。全救出者数2万8千の中でも2万人以上救出した。うん。なんでかって独断先行したから。そうです。後から命令は来るっておっしゃったんですよね。うん。やっぱり、神戸のあの阪神大震災の学びがあったんでしょうね。阪神大震災の時は村山富一の判断に従うってやった、はい、ね、だから出動は遅れて、はい、救出者数も 3% しか救出でき、160人しか自衛隊救出できなかった、うん、多分1000人以上違ったと思うんですよ。ああ、はい、ほんまやね。もう永田の夜燃えてる日見てたら、そちらで燃えてる見たか。空がね、真っ赤で、慎吾先生、うん、まだ倒壊しているところから助け出されてない方とかも。あ、俺ね、2日目に歩いて入った。あ、うん、2日目に。あの辺り見たのね。はい。警察の車両は動けないところを動けるのは自衛隊の車両やったな。もう、道路がね、もう、車なんか走れない。議長は何
理大臣の随行員としておるんであと、衆議院議長は国権の最高機関の議長だぞと、はい、俺抗議したんだけどな、はい、行ったんそれてめえで行けよな、その総理大臣の随行員で行くな、うん、それどういったか俺恨んどったよ、恨まれてます、まあまあ、赤坂でバンすれ違ったんだよ、えらい痩せたおばはんやけども、どういったかことよう似てるなと思って立ち止まって俺振り向いたんや、はい、ほんなら向こうでどういったかこと思われる思われる立ち止まってこっち見とった、あれ絶対どういったかこれそれでしばらくしたらなくなってたわ、あ、そうなんですね、あまあまあ絶対小山富士はまだ生きとんねんな、あ、まだ生きてますね。亡くなったっていう。どれだけの人間が死んだか。その人を死んだのから松下雄介、中央方面総監は退任の記者会見の時に泣いたんで、うん、男泣きでな、うん。あの神戸の燃える煙を見てて、もう出動できなかったこの悔しさと申し上げたのに、うん、泣いたな、うん。あれが本当の男の涙やったな。あ、声が遠くなってる。早く違うとはね、ほんまに人を殺すんだよ、あいつらは。見たくなったらな。はい。あのね、音ね、あの、遠くなったりとかするみたいなんですけど、私は手を動かしてないので、皆さん、ちょっとごめんなさいね。大丈夫ですか？なんかね、あ、俺の声聞こえないよ。あ、大丈夫みたいです。大丈夫、オッケーオッケー。はい。そうなんや、美穂先生を妊娠中にお腹撫でてもらったんですか、そう、どういった格好さんに。あの女を、絶対な子供そんなことないです。息子は育ってるか、はい、はい。はい。素晴らしいお嬢さんが。はい。大丈夫ですよ。どんな憲法になっても結局、敵っぽい内閣法制局の長官の尻を叩ける政治家を作るか、政治家が内閣法制局とやり合えるプレーンを野党制度が必要と思いますが、どうでしょうかという。ああ、もう大げさに考えんでもええやん。ああ、ということです。あの、はい、例えば、憲法第一条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する国民の総意に基づく。ほら、お前、法制局、ほら、嘘やろ、みたいに。いつ国民投票したんやと、まあ、まあこの文章な、例えばロースクールの教授について試験の時に書いて見せたら不合格や、法律家中も象徴ということは、ね、着目してこの象徴って何を意味してんの、原種であるか原種でないかはっきり書きなさい、あ、ね、象徴はそれは曖昧にしてる、それからこの地位は主権の存する国民にの総意に基づくって占領期間中に国民投票でもしたのか、してません、いる人を天皇にするっていう国民投票でもしたのか、ないです、そうやないか、これ赤坂自身がやね、はい、日本に進駐して9月2日昭和20年の9月2日に水2号上にやな、あ、重光守が来た時に天皇が天皇だと認めてるから受け入れたんでしょ、うんうんうん、はい、あの重光守の肩書きは大日本帝国天皇陛下及び日本国政府の命によりそのかつその名において外務大臣重光守が署名するわけだな、はい、ね、はい、その同じ9月の27日に天皇はアメリカ大使公邸にマッカーサーを訪ねられた、でマッカーサー誰とおったんだよ、ね、あいつが先行自白したんだ、退出される天皇陛下をマッカーサーが見送りに来て、はい、Your Majesty って呼んでた。天皇はマッカーサーが来る前から天皇だって。それで、日本人ならこう言い切らなかった。天皇は天上無形の進捗に基づいて天皇なんですと。国民の投票によって天皇になったのではありません。うんうん、あ、その通りです。そういうのは帰国の大統領だ。落選するか当選するか本当ですよね、うん、ないんだと、はい、うん、そう言うたらいいね、ね、はい、これで憲法9
戦い。違うやろ。ジャズ芸術は、なんでこれ書いたんですかと聞かれたときに、これは日本を永遠に武装解除された状態にしておくために書いたと言ったじゃないか。うん、はい。こんなの何がお前、五条大徳人だ。北条、関東五成敗式を作った北条や、それと同じようにしたらええね、うんうん。これが日本的革命だ。天皇のもとにある革命。つまり明治維新と同じようなもんなんだよ。あの、私はこの間、そのテレビで、五条院の様子とか、まあ、翌日の5月1日の新天皇陛下のご即位の様子見てて、日本って帝国やろって、つい娘に言ってしまったんですね。なら、ポカーンとしてるから、いや、だって皇帝がいるやろ、日本って今も帝国やろって言ったら、ああ、そうなんかなって言うんですよ。そう言われたらそうなんやなーって。ね、うん。あの、天皇の御上位のあの一連の行事は、はい。日本の神話に基づくね、はい、皇室の行事があって、はい。日本国憲法に基づく内閣の行事があったよね。うん。国民は、あの、本当の神話に基づく天皇の行動、はい。神武天皇御陵への参拝、伊勢神宮への参拝、うんうん、昭和天皇御陵への参拝、はい、それから宮中三殿での行事、うん、はい、はい、まあ、上位の行事だと思って受け入れたんだな、うんうんうん、内閣の行事はな、あれはもう取ってつけたようなな、はい、もんやったな、うん、あの、長くなってしまってすみませんでした。神保先生お疲れになってませんか。あの、ここに今聞いてくださってる方っていうのは、あの、拉致問題の解決にものすごく一生懸命、個人個人で署名活動もされてたり、例えば署名活動に参加されて、自分で作ったブルーリボンバッジも配っているような方もいらっしゃいますし、はい。あの、ま、そういうふうにこう、なんとか諦めずに、被害者を取り戻したいっていうふうに、あの、そういう方々が多いんですけど、そういう方々に、あの、よかったら、これからも、あの、頑張っていこうというふうにエールを送っていただけたら嬉しいんですが。はい。はい。あの、我々はね、あの、覚悟を決めてね、はい。あの、本当に時間遅れな。いつも何時わからない、北朝鮮の独裁体制の崩壊の時に、何をするかって、マラジで決して今から準備にかからないかんわ。はい。うん、これね、僕らの最終目的は、拉致被害者救出やけども、そのために、はい、あの、独裁者と話し合って帰ってくると思う。独裁者の体制を崩壊させて、うんうん。単に拉致された日本人の幸せのみならず、はい、国際体制の中で苦しんでいる北朝鮮人民も解放するという、うんうん、そこまでの、ね、国家的使命を感じた上で取り組まなダメよ、はい、うん、そうですね、もうあの北朝鮮体制がある限りは、はい、その無条件で会談して、うん、会談で帰ってこないんやから、それよりも先ほど冒頭言ったように、はい、拉致被害者救出特殊作戦後、うんうんうん、もう編成し創設して、うん、はい、創設して演習をどんどんやると F-35A ステルス戦闘機軍、うんうん、それから潜水艦、はい、イージス艦、うんうん、それからそのために強襲揚陸艦が必要や、そうです、日本の海洋国家日本を守るためにも、はい、国民を救出するためにも、はい、東日本大震災出したのはアメリカ海兵隊の強襲揚陸艦やで、うん、情けないね、うん、あの閉じ込められた地震で閉じ込められた孤立した島を救出することもできないような状態で、あの、放置したらいかんわ。そりゃそうです、本当にそうです。これだけ島国、あの、離島もたくさんある国ですから、はい、はい、そういうのも含めて、まあ、本当は、まあ、安倍総理はじめそこまで踏み込んでいただけたら嬉しいですけど、北朝鮮に
対する本当にあの正しいメッセージにもなると思いますし、これタイムラップね、あの荒木君なんかはあの、はい、塩風町放送やってるけどね、はい、やってくださってます。北朝鮮人民に対してね、はい、日本政府もねタイムラップ発信せないか、はいはい、まあ、うん、日本はここにおるんだと、うんうん、だから独裁体制の下で日本国民は拉致され苦しんでるけども、はい、あのその下で苦しんでいる北朝鮮人民のことも俺らは忘れてない、うんうんうん、こういうほら人間の自由そして虐げられた人々を救出するという人道の観点からね、はい、問題を取り組むと、はい、それで拉致されたのが日本人やから日本が主体になると、うん、いうことの一本の旗を掲げないかんのちゃうかな、はい、あ、はい、戦う意思ですね。そうや、はい、あ、日本の警察はいつもやってるやん、誘拐犯が武器持って、うん、あの人質にして立てこもったらどうしてる、無条件で話し合いしてるか、いや、してないあ、はい、大阪府警と突入したやん、北畑支店にありましたね、はい、あいつと無条件で 話し合ってどないすんねん、梅本さんでしたっけ、うん、はい、あ、ちょっと一人だけ最後に質問があったので答えてあげてください。はい。アメリカのバージニア潜水艦とシールズが持っている特殊潜航規定なども日本も必要でしょうかという。まあ、結局そういうアメリカに負けないような軍事力も必要ということは、慎吾先生前からおっしゃってますよね。同盟国としてこう、同等の力で。そうです。はい。そうです。はい。力を持たないかんねや、はい、だから不戦の誓いとかよくね、うんうん、現在日本が持ってる潜水艦、はい、自衛隊は非常に優秀で、はい、自己強いよ、はい、ただ、うん、アホな大将敵より怖いってことはあるやろ、政治が今の状態やったらこれ敵より怖いぞ、うーん、なるほど、いざという時に逃げる総理大臣選んだらダメやで、村山富市みたいなやっちゃう、はいはい、あの地震の神戸の地震、東日本の地震の時に村山富市菅直人、あれはアホな大将敵より怖い典型的な例やね、うん、自民党内にも敵より怖い典型的な例おるから、はいはい、その意味で安倍晋三さんは現在彼しかいないということは俺は認めて、はい、厳しく支援してんだよ、はい、わかりました、うん、はい、よくわかりました。いいお話たくさんありがとうございました。はい、 あっち通り、こっち通りですまんかった。いえいえ、ありがとうございます。慎吾先生お疲れになってないですか。テレビさんは顔見たことないけど、あ、またお会いしましょうか。はい、必ず行かせていただきます。あの、私は講演会に何回も行かせていただいてますが、はい、必ずご挨拶させていただきます。はい、ありがとうございました。いや、どうもありがとうございます。はい、もう勉強になりました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。どうもおやすみなさい。はい、おやすみなさいませ。じゃあ、慎吾先生、お電話を切らせていただきます。ありがとうございました。はい、はいはい、皆さん、ちょっと、今回、音声。そうなん、ちょっと待って、お、そうなん、どうなん、ちょっと待ってください。あ、今イヤホン入れました。イヤホン入れてた方が良かったのかな。なんかね、いやいや、今までイヤホン入れてなかったんです。はい、長い時間、美穂先生もお付き合いしてくださいました。ありがとうございました。慎吾先生、本当にありがとうございました。
こえるようになりましたか。はい、ありがとうございました。イヤホンあってもなくても同じっていう風にちょっとテストの時に、あ、美穂先生ありがとうございました。よかったら美穂先生また本当にお忙しいと思いますが、ツイキャスでまたお声が聞けたら嬉しいです。またご連絡させていただきます。はい、気が引き締まりました。はい、ありがとうございます。みおさん元気かって言ってましたね。慎吾先生のブログをいつも読んでいるとき、今日お話を聞かせていただいたように、あの声が聞こえてきます。日本人しっかりせよと、うん、みんなでこの国守るんやぞと、うん、やらないで愚痴を言うより、誰もどんなことでもいいから、お国のために役立つように、ちっぽけなくてもいいから何か やろうと文句を言わずに、そういうふうにこうみんなでこの国を良くしていこうよという、慎吾先生の優しい声が聞こえてきます。今日ツイッターの告知の、途中に慎吾先生の、母のことっていうふうに、お母様のことについて書かれたブログの URL も貼ってますので、よかったら読んでください。ちょっともう母の日終わってしまいましたが、文章もものすごく温かくて、はい、涙がね、ずっと流れたんですけど、そっか、こんなに拉致問題で、国民が北朝鮮による拉致を知って、わっと世論が高まって、みんなで取り返せるぞっていう、その機運が高まって波に乗っている時に、まあ、永田町やその批判されて大阪やっていう行き来されている時に、行くたびにお母様がどんどん弱られていって、あんたの手は優しいねという、お母さんのねセリフ、よかったら読んでください。来週の、はい、はい、美穂先生頑張ってくださいね。ここにいるみんな、美穂先生の応援支持者味方ばっかりですから、もういろんなことあると思いますけども、くじけないで、はい、くじけるような先生じゃないんですけど、来週のゲストの方は加藤健さんがご出演してくださいます。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、今日お電話を使ったので、普段使ってない方のスマホで配信したので、ちょっとうまく画像もあまり変えれなくてすいませんでした。加藤健さんが、いつもよくしていただいている松原仁先生から、5月の7日に連休明けに質問主意書が出ております。でそれの、国会答弁の方が17日だったと思うんですが、北朝鮮関連について5本、ちょっと待ってくださいね。すごく字がちっちゃいんで読みにくいかもしれないですが、ちょっと見にくいかもしれないですが、はい、羽田空港の低空飛行ルートのことについての質問主旨書が2本ということで7本出ております。で来週ですので、19日のですね、今日合ってますか、はい、ご出演になります。合ってますよね、はい。だからもうこの国会の答弁の後になるんですけど、もうキム・ジョンウン委員長独自制裁に関する質問主意書、アメリカは、
本人に対して独自精査してますので、日本でこういうふうに制裁圧力をかけないんですかという、はい、松原先生も長く拉致問題に本当に一生懸命ご尽力してくださっております。でこの中で皆さんも見えると思うんですけど、ちっちゃいんですけど、朝鮮総連による対日有害活動などに関する質問収集、これ朝鮮総連に的を絞って出ておりますので、はい、この国会答弁でどういうふうに動くかということも、うん、ちょうど来週の加藤さんにいろいろ解説などもしていただきまして、松原先生の、はい、この収書の中の内容とかですね、まあ、どういう答弁だったかということも含めて、この先日本がね、西村慎吾先生も加藤健さんのブログについても記事書いてくださってますが、朝鮮総連破産申し立てができるようになるかということも含めて、もちろん実現させたいんですが、コピーできた、はい、慎吾先生が加藤健さんのね、応援しようというふうに書いてくださっている記事がこちらになります。はい、もう松原さんのような方がね、ぜひ皆さん応援しましょう。ありがたいですよ、本当に。美穂先生も長い時間ありがとうございました。もう今日本当に貴重な機会をいただきまして、西村慎吾先生のお話が聞けたことを本当に心から感謝しております。皆さん、はい、慎吾先生がおっしゃったように、これからも諦めずに、まあ、もう取り戻せないものも確かにありますが、国民と領土と守れない国は、そんな国が存続するとは思いません。日本が大切だったら、拉致被害者を取り戻す、同胞を取り戻すということも本当に最重要課題です。ここに戦後体制の脱却ということもあります。日本のために、日本国民のために、私たちの未来のためにも拉致問題の解決までよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、おやすみなさいませ。
前に行くよ。